中部電力未来タワーの運営会社によりますと、社会的な電力事情を踏まえ、通常は日没から午前0時まで行っているライトアップを午後7時から午後10時までに短縮することを決めました。期間は9月30日までで、ライトアップの短縮以外にも展望台行きのエレベーター2台のうち平日を中心に1台を運休させるなどして節電に取り組むとしています。中部電力では今後、猛暑により電力の需要が増加したなどの場合、需給が厳しい状況となるリスクがあるとしていて、無理のない範囲での節電を呼びかけています。